皆さんご機嫌いかがですか。ペルシアンと申します。今回は2020プロ野球カード開封動画第3弾ユニフォームカードとバットカードを動画紹介でいたします。それではご覧ください。こちらはですね、特別なカードでございましてね、エポック1というね、記録が達成した時に作られるカードでございます。で、私はこの4枚を集めております。この4枚が手に入ったんですね。だからこの例えば2日以内に手に入れなきゃできないというカードでございます。はい、続いてですね、こちらはですね、ユニフォームカードでございます。こちらはですね、左側がですね、福岡ソフトバンクホークスの、これが牧原選手でございますね。で、右側が、これが山本由伸投手でございます。この時まだ山本由伸投手は背番号43でございました。はい、次ですね、こちら右側はね、メジャーリーガーのカードでございますが、ごめんなさい。メジャーリーガーはよくわかりません。で、右側が横浜 GNA ベイターズの高城星でございます。はい、続きとご覧ください。はい、次はですね、これはですね、バットカードでございます。左側はですね、オリックスバファローズ時代のタフィーローズ選手でございまして、右側が現読売ジャイアンツ2軍監督代行の村田修一選手の横浜時代の時のユニフォームカードでございます。こちらはですね、同じ選手のユニフォームカードでございます。北海道日本ハムファイターズの、これが上沢投手のカードでございますね。左側が多分これは胸あたりのユニフォームの切れ端で、右側が多分これ腕の方の黒い方がユニフォームカードだと思います。はい、続けてご覧ください。で、なんとこれ私、同じものを持っていますね。左側ですね。で、右側がですね、これオリックスバファローズの地位岡田選手のユニフォームカードでございます。で、こちらがですね、続きましては、これ左側がですね、こちらがですね、北海道日本ハムファイターズの清水捕手のユニフォームカードでございまして、右側がですね、同じく北海道日本ハムファイターズの太田選手のユニフォームカードでございます。しかもこれは太田選手の時は、まだ33の時の背番号の時のユニフォームカードでございます。続いてご覧ください。で、こちらがですね、左側が石川投手のユニフォームカードでございまして、右側はですね、これ福岡ソフトバンクホークスの武田翔太投手のユニフォームカードでございます。これ多分このユニフォームだから、アルファベットが入っているのカードでございますね。で、隣の方を続けてご覧ください。こちらがですね、左側が北海道日本ハムファイターズのこれが、西川選手のユニフォームカードでございまして、右側はですね、同じく北海道日本ハムファイターズの清宮選手の白サインカード付きのユニフォームカードでございます。はい、続けてご覧ください。こちらがですね、北海道日本ハムファイターズの左側ですね、宮西投手のこれユニフォームカードでございまして、右側が、今は引退されましたけど、広島東洋カープの黒田投手の、ユニフォームカードでございます。以上でございます。ユニフォームカードやバットカードは大変、私は少ないんですが、ね、もっとね、集めていきたいなと私が思っております。はい、以上でございます。第4弾はですね、今度は、限定の白サインカード付きや、限定のパラレルカードを紹介したいと思います。CR ナンバーカードを紹介したいと思います。以上でございます。ありがとうございました。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは失礼します。ベルシアンでした。